ゆるふわタイム MC の雪平梨沙です。今日はですね、東京ドームシティにあるスポドリさんのレンタルフィールドに来てます。私初めて来たんですけれども、なんか思ったよりすごい広くて、こうバッティングのイメージはあったんですけど、このボールが投げれる場所があるって知らなかったので、いやもうちょっと早く見つけたかったなという感想ですね。いやでもすごい広々としてて、すごい綺麗ですし、なんかやっぱ室内なのでね、涼しいっていうのが最高ですね。まあ今日はなんでここに来たかというと、もう皆さんはねちょっと感づいてるかもしれないんですけれども、今回の企画は目指せ始球式でのストライク投球ということで、私ですね、実は7月30日に人生2度目の始球式を控えているんですけれども、前回の始球式の投球がですね、まあ、ちょっとヘナチョコというか、ふわふわとした、まあ、いわゆる初心者っていう感じのボールだったので、まあ、それを見かねたゆるふわのスタッフさんが、まあ、これはちょっと練習させなくてはということで、今回の企画を用意していただいたということになります。はい、でも初めての始球式だったんですけど、その時ゆるふわのスタッフさんたちが見に来てくれてたんですね。最初練習しなくてもとか言ってたじゃないですかとりあえず気持ちよく大きく振ればいいかなっていう感じでって言って、どんなんだろうって見に行ったら、はい、会場中がね、そう、ついた始球式だった。ええみたいなはい、ということで私のストライク投球を実現させるべく、もうすっごいゲストの方に来ていただいております。どうぞ。皆さんこんにちは、ソフトボール元日本代表の長崎のぞみです。はい、ありがとうございます。今日は雪平さんに始球式でストライクを投げてもらうために来ました。はいはい、もうありがとうございますすごい、もう皆さん元日本代表の方ですからね。全然野球に関係ないんですけれども、とっても美人です、はい、野球とかソフトボールとかの経験は全くないんですよね。はいはいはい、ないですね。もう本当に前回の始球式で初めてキャッチボールもして、うん、投球もしたっていう感じですね。でも逆に大暴投をしてるってことは、遠くには投げれてるというか、こう地面に落ちてるわけじゃないので、はいはい、ストライク投げれるんじゃないかと思ってます。もうこの収録が本当に始球式の多分4日前くらいになるので本当に緊張してるんですけど、今日は一日よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、そんな長崎さんのプロフィールをご紹介します。左投げ左打ちのソフトボール選手として、2018年までに新人賞、ホームラン王など多数の成績を収め、2022年には草野球 YouTuber のチームで111キロを計測するなど、軟式野球でも活躍しております。ありがとうございます、はい、すごいですね。いまだにちょっと100キロを超える球を投げるってあまり信じられなくて、よろしければ1球ちょっとピッチングとか見させていただいてもよろしいですか。はい、もちろんです。 ありがとうございます。はい、まあ、でも見てイメージすることも大事だと思うので、一回私のスローイングを見てもらってちょっと研究してもらえたらと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。では早速いきましょう。ゴー。では早速投球の方お願いします。はい、いきます。あ、落ちる。すごい何割何割。すごい。どこら辺を意識してるんですか。お尻と肩のラインとこう投げる
腕の軌道というか。あ、やべでしょソーリーあー、ないなんなりみんな暴走してるよ恐ろしい怪我に出るおー素晴らしい。じゃあ次は、はい、キーラさんにちょっと投げてもらいたいと思います。はい、はいはい、やります。ではイケイラさんお願いします。はい、届かない。じゃあ、はい、なんかこう足を上げて踏み込むじゃないですか、うん、で後ろの足を蹴ってると思うんですけど、もうちょっと蹴り上げることってできますか。蹴り上げる、もうちょっとこう、こういうことですか。そう、お尻を上に向ける感じで。なんか一連のそれ前回も言われたんですけど、なんか一連の動きが全部バラバラになってて届かないっていう意識が強いんで、ここに踏み込んだ時にこうしちゃうんです。あ、ピヨンってなっちゃうんだ。そうじゃあ上半身意識の方がいいんじゃないですかね。じゃあそうなったら投げる時にこう投げるじゃないですか。投げる時にこっちの左肘を下にグンって向けてください。そうするとグンってこう上に行くんで。グン？そうそう、こう構え引くときにグン、下に下ろす感じです。この構えて投げるときにグンってやったら肩がこう上に上がるんですよ。投げるときに下に下、そうそう、投げようと思うときに肘を下、投げようと思うときにあの上と下っていうイメージでこういう、あ、そう、でもこれがなければ遠くに行ってるはずなんで、はい、下に今の感じ、あ、そう、あ、そう、もっと、あ、もっと、もっともっと下に、もっともっと、あ、そう、え、こんな感じですか。いいです本番は上がもう抜けてるじゃないですか、はい、ないじゃないですか、うん、だからもう高く投げてでもいいんで、うんうん、届かす、うんうん、もっと肘をもう、はい、もう地面に突き刺すぐらい、あ、左のグンって。そしたらもう肩がこうつながってるんで、はい、このままの状態で向こうに行くんじゃないかなって。あ、そう、強くなった。なんか速くなりましたね。すごい。これでもこれ向きはどうコントロールした方がいいですか。この肩のラインを投げたい方向に決めてあげて、投げるこの構えるこうグローを出すときにこの肩のラインを投げる方向に決めてあげる。そう、うん、なるほど。ああそうです。あ、はあ、難しい。かわいい。あ、そう。あ、そう。あと一つ言っていいですか？投げるときに一回こうちょっと下ろすじゃないですか、ボールを。うんうん、その時に親指を下に向けて下ろして投げてみてください。ん、今なんかこうなったりなんかこうちょっと内側に入ったりとかしてるんで、そう、親指を一回下に下ろす感じ、一回地面に親指を見せてあげるイメージで投げる。なるほど。そしたらこう綺麗に
ピッチャーに向かってボールがまっすぐ出ると思うんで、はあ、親指を一回下に向けるだけ。そう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 。で下に向けて肘は押す。あ、そう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 。ああ、いやでも前回に比べたらめちゃめちゃいい玉になってるはず、うん、お肉の宅配肉市場、自慢のレトルトカレーを食べてみた。肉市場さん一押しのカレーというのが佐賀牛スパイスカレーです。うん、意外とまろやか。トマトベースに佐賀牛の旨味が合わさって、でも最後にあのスパイスがふわっと香ってきて、これは癖になりそうです。ごちそうさまでした。ということで佐賀牛スパイスカレーは星3つ。イエー。お肉の宅配肉市場には他にも国産のお肉を使用したカレーがたくさんあります。気になった方は概要欄をチェックしてください。キラさんはあの何万人もいる中で緊張しないですか、投げる。いや緊張してますよ、めちゃめちゃ。あのもうほぼ前が見えてないです。世界で戦っているところ緊張ってそれどう思ったりするんですか、まあうん、でも緊張しない方が逆に怖いので、うん、こう緊張を楽しむじゃないですけど、うん、こう緊張するからこそいいものが出せるって思ってるんで、うん、こうもっと逆に注目してくれってぐらい思えるぐらい、うん、堂々と投げたらいいと思います。うん、うん、あ怖い。おお、すごい。あいい感じ。ラスト行きましょう。はい、あ、本番と思って。本番。はい。あの入ってくるとこからですね。本番ね。よし。今のいいんですか？でも方向いいですよね。はい、でも確かに方向まっすぐそこに落ちたんですか？おおおお、すごい。キイラさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか？いやちょっと室内で涼しいと思ってたんですけど結構たくさん投げたらめちゃくちゃ熱くなってきて、まあ、でもね、あの長崎さんにコツをいくつか教えていただきまして、まあ、あの肩のラインとか、あとは左のね、あの腕の使い方とか、あとは右のボールの持ち方というか、あの指の向きとか教えていただいて、そこを意識して投げてみたら結構、ね、あちこち行かなくなったりとか、球が力強くなったりしたので、ストライクはね結構難しいですけど、まあ、あの大暴投、前回みたいな球は出ないんじゃないかなと思って、まあ、ちょっと引き続きこれをね、うん、あの参考にして練習を続けようと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、そしてですね、長崎さん、あの最後に言うのもあれなんですけども、実はですねこのチャンネルは日本の食と農を身近に感じてもらおうというテーマで、いつも J ターンの商品を紹介していまして、今日も実は用意していただいてるんですよね、はい、運動後にぴったりの凍らせて美味しい国産ジュースセットです、はい、では長崎さんと一緒に食べたいと思います。りんご、ぶどう、桃、梨ですね。何しようかな。どうぞ。あ、いいんですか、はい、私からで、はい、じゃあ梨にします。おじゃあ美味しそう。桃めっちゃ迷う。桃すごいですね、ジュースでも飲めるしシャーベットでもってこと。でもやっぱこの時期ね暑いんでね、うん、こういうなんかシャーベットとかすごいひんやりして美味しいですよね。確かに。はい、私は山梨の桃ジュース、長崎さんは信州の和梨ジュースですね。はい、ではいただきましょう。はい、いただきます。いただきます。うん、うん、シャリシャリ、めちゃくちゃ美味しい。冷た、うん、おいしい。冷たい
濃厚ですね、うん、100% だから、ね、そうなんですよ、果汁 100% っていうことで、うん、生で絞ったものをそのまま凍らせたみたいな感じなんですけど、うん、めちゃくちゃ美味しいですね、これ体にいいですね、はい、ね、アイスだけど 100% だから。うん、溶けかけが一番美味しい。うん、え、なんでじゃあ溶けかけ用意してくれなかったんですか。でも確かにこの凍ったままだとアイスみたいに食べれるし、ちょっと溶けた状態だと多分スムージーみたいな感じで飲めるし、もう完全に溶けてるともう本当に 100% のジュースっていう感じでいただけると思うので、まあ、いろんないただける方があってすごい便利だと思います、ね、これ手も汚れないしなんかいいですよね、うんうん、うん、はい、もうほてった体がね、うん、クールダウンできて最高でした。美味しかったですよね。美味しかったです。はい、この凍らせて美味しい国産ジュースセットの詳細は雪平梨沙の美味しいを集めましたのページをぜひ概要欄からチェックしてください。それでは始球式でストライク投球頑張れって思ってくれた方はチャンネル登録とグッドボタンの方もよろしくお願いします。長崎さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。応援しています、はい、ありがとうございます。頑張ります。はい、はい、それでは次回のゆるふわタイムもお楽しみに。楽しみに。